中国河北省保定市の男性がこのほど、ロックダウン期間中に、子供に粉ミルクを買うため、刃物を持って、防疫検問所を突破しようとしたが、逮捕されたというニュースがネット上で流れました。河北省保定市発行新城公安局の公式ウェイボーは1日、この男が刃物を持って、車で防疫検問所を突破しようとする行為は、規定に違反したとして、特別な事情により、罰金100元を科すると発表しました。この話題は、ウェイボーや100度の検索ランキングに上りました。多くのネットユーザーは男性に同情し、当局の防疫政策を非難しました。この男がこのような過激的な行動を行う前に、きっと何度も助けを求める電話をかけても結果が出ず、解決できなかったため、どうしようもなくやってしまったと信じる。お金で解決できれば、決してこんな過激な行動を取らない。正常なルートで必要な物資を手に入れる方法があれば、刃物を持って防疫検問所を突破することを選ばないだろう。子供のためだ。大人は1回の食事を抜いても、なんとか我慢できるが、子供はできない。反省すべきのは彼ではない。